足立チは、明治時代の芸儀、モデル、荒い神のお妻として知られる。名前について、足立チとする資料もある。長崎県下あがた郡中村町に生まれる。津島府中藩の朝鮮奉行を務めた、時守る森道は、父である。1886年上京。後に、夫となる、小田孝夫と共に、夫婦養子で小田家に入り、 1889年に高尾と結婚した。高尾が大学を卒業して、鳥取市販学校校長になると、次は鳥取で最初に洋装した女性として有名になるが、後に高尾と離婚し、新橋の芸儀となる。新橋で芸儀をしていたこともある。高尾がとモテルは、この頃のお妻について、下流会で、私が一番好きだった人は、何と言っても、 美人で威厳があって、そして心持ちの優しかったお妻姉さんでしたと、10回する。1891年、両運閣で開催された第一回、東京百美人に出場し、入賞は、のがすも、洗い髪のお妻として、注目を集めた。洗い髪の理由については、上結が自宅に来ないため、予定された撮影時刻に間に合いそうにないと判断してやむなく、 撮影場所に駆け込み、洗い紙のまま写真に収まったと記載する文献もあるが、第1回、東京百美人の出場者を収めた写真集には紙を言った写真が載っている。1968年に発表された説によると、撮影場所までは、洗い紙で赴き、そこで紙を言ってもらった。1892年、第2回百美人にも出場し、この時は、 洗い紙の写真でエントリーして2位入賞を果たした。お妻の洗い紙は一種のトレードマークとなり、彼女は客のリクエストに応じて、洗い紙でお座敷に出ることも増えた。1900年、日本で絵はがきが販売開始された際も、お妻は洗い紙の写真で絵はがきを飾った。また、紙荒い粉の袋に写真を載せるなど、商品の広告モデルも務めた。 ゴールデンバットは、お妻のシュガレットカードを入れることにより、人気を呼んだ。晩年は、築地に、観劇という町合を経営し、1915年に、心臓麻痺で死去した。去年43歳、遠山光の長愛と飛護を受けたことでも知られる。1890年1月、マスダヤの主人から紹介を受けると、遠山は、一目ぼれしたという。 お妻も東山に惚れており、芝の待合、浜の家では、伊藤博文、渋沢栄一、後藤昌二郎などの大物の座敷をキャンセルしてまで、東山と過ごした。しかし、1896年、東山は、お妻の毛髪を担当で切り落とすと、それきりお妻を呼ばなくなった。彼女が東山に囲われているにもかかわらず、柿津という役者を上夫にしたことへの制裁とされる。 このほか、沢村と千とも浮き名を流した。ありがとうございます。